塩基は科学において酸と体になって働く物質のこと。一般にプロトンを受け取る、または電子体を与える、科学種。歴史の中で概念の拡大を伴いながら定義が考え直されてきたことで何種類かの塩基の定義が存在する。塩基として働く性質を塩基性、またそのような水溶液を特にアルカリ性という酸や塩基の定義は 相対的な概念であるため、ある系で塩基である物質が別の系では酸として働くことも珍しくはない。例えば水は塩化水素に対してはプロトンを受け取るブレンステッド塩基として振る舞うが、アンモニアに対してはプロトンを与えるブレンステッド酸として採用する。塩基性の強い塩基を強い塩基、弱い塩基を弱塩基と呼ぶ。また、拡酸が持つ拡酸塩基のことを 単に塩基と呼ぶことがある。アルカリ金属やアルカリドルイ金属などの水酸化物、あるいはアンモニア、アミンなど水溶液の pH が7より大きく、塩基性を示す物質を総称して、アルカリと呼ぶ。アラビアの科学者、ジャービルイブンイコールハイヤーンが生み出した概念である。また、アルカリ性の水溶液やアルカリ金属のことを、単に、アルカリと呼ぶことがある。 アルカリ性の化合物は基本的に苦味を提す。以下に、それぞれの塩基の定義を概略のみ述べる。詳細は、酸と塩基を参照。アレニウス塩基。アレニウスの定義による塩基。水に溶けた時に水酸化物イオンを出す物質。化式において、水酸化ナトリウムはアレニウス塩基として働いている。なお NAO、ディスプラスタイル、セ、なおマイナス NBO、ブレンステッド塩基。 ブレンステッドローリーの定義による塩基。プロトンを受け取る物質。歌式の反応で B、あるいは B がブレンステッド塩基。BHBH、ディスプラスタイル、セ、BH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 、ディスプラスタイル、セ、BHBH、ルイス塩基、ルイスの定義による塩基。電子体を与える物質。歌式の反応で B がルイス塩基。 錬金術の用語ザ・マトリックスの類義語として、1717 17年に、フランスの科学者、ルイス・ラマリーが使用したのが最初である。錬金術師のパラケルススは、普遍的な酸化、潜在原理が、土壌のマトリックスもしくはウームに含むを化することで、天然に存在する縁が地中で生まれると主張した。その理論を近代科学に導入したのが、フランスの科学者、キョム、フランソワルエルで、 中性塩がアルカリ水溶液等と酸を混ぜ合わせることで生成されることを明らかにした。18世紀における基地の酸のほとんどが揮発性化、上流可能なスピリッツで、一方、塩基は酸を結晶状態の塩化凝固した状態の形を与え、定着させられるベースと考えられた。ありがとうございます。